女優、歌手として角川映画で人気を博し、今やベテラン芸能人となった薬師丸ひろ子、薬師丸ひろ子さん。今回は薬師丸さんについて再婚の噂、現在の夫はいるのか、その真相を調査しました。何でもお相手の男性との交際期間は長く、両親公認の仲だと言います。どのような人物なのでしょう。また元夫の玉置浩二さんとの離婚理由や、離婚後の関係についても調査しましたので、必見です。さらに子供がいるかも確認しましょう。薬師丸ひろ子のプロフィール、愛称、ピーちゃん、玉置浩二より、本名、薬師丸ひろ子、生年月日、1964年6月9日。身長、155センチメートル。出身地、東京都港区北青山。最終学歴、玉川大学文学部英米文学科。所属事務所、個人事務所オフィスメル。目次、薬師丸ひろ子が事実婚。薬師丸ひろ子、同性の近況。薬師丸ひろ子の玉置浩二との離婚理由。衝撃的離婚発表、玉置浩二との離婚理由、薬師丸ひろ子と玉置浩二が和解、薬師丸ひろ子の子供は、薬師丸ひろ子が事実婚、1991年に玉置浩二さんと結婚し、98年に離婚した薬師丸さん。玉置浩二さんとの離婚後は、恋愛を含め、そのプライベートをあまり口にしなくなったと言われる薬師丸ひろ子さん。しかし、その中で、静かで確かな愛を実らせていたようです。2004年、NHK カメラマンの男性と同棲していたことが分かっています。そのお相手のというのは、2001年に出演した NHK ドラマ、コウノトリなぜ赤い、で、撮影を担当した男性でした。年齢は、薬師丸さんの2年上だと言われています。そのお相手の男性は、カメラマンとして数々の受賞経験もあるベテランさんなのだそう。男性を知る人物によると、職人かたぎな面があり、仕事に対してとても真面目な方だと評判です。また、優しい一面も持ち合わせており、とても素敵な人柄なのだとか。薬師丸ひろ子さんは、A さんの職人かたぎな面を持ちながら、優しい性格に惚れたと言われていますね。話を聞いていると、職場でのストレスを家には持ち込まないタイプなのかもしれません。そして、この人ならば両親とも仲良くやってくれるのではと、薬師丸ひろ子さんも自宅へ彼を呼ぶようになります。都内の豪邸に両親と暮らしていた薬師丸さんですが、男性も週の半分は豪邸に招かれ、一つ屋根の下で過ごしました。玉置浩二さんとのいきさつを見た上ですので、ここを見極めることの重要さがよく伝わってきますね。これをクリアした A さんは、2004年にはご両親と4人、半同棲にまで至りました。優しい彼なら、両親ともうまくやっていける、と考えた薬師丸さん。彼女の読みは当たり、半同棲状態でもトラブルなく、両親たちと良好な関係を築いていました。ただ、4人で暮らしていた日々はそう長くはなかった模様です。2人は事実婚状態だったそうですが、近所の人からすると、夫婦にしか見えない様子だったと言われています。薬師丸さんの愛犬の散歩や、ゴミ出しをしている様子も目撃されており、家族同然に暮らしていた様子。というのも、ご両親が自らの意思で、那須にある別荘へ移住したのでした。理由は、薬師丸ひろ子さんの再婚のためで、やはり玉置浩二さんとの一件は、ご両親にとっても改善すべき点があったという認識があるようですね。同じ時期から両親は、娘の再婚を見越して、栃木県那須の別荘で過ごすようになったといいます。
しかし、出会ってから20年が経った2021年現在、お二人が結婚したという確定報道はありません。もしや、破局したのではないかとさえよぎるところですね。しかし2014年、突如破局が報じられました。一時期、男性は薬師丸邸で姿を見かけられなくなります。ですが、それ自体が、いわば、杞憂に終わったようで、結果的に薬師丸ひろ子さんと A さんの同棲生活は続いていました。理由は破局ではなく、カメラマンの仕事を増やしていた影響のようです。また、2015年には、相手の男性がずっと借りていた近所のアパートを解約し、荷物をすべて薬師丸さんの自宅に運び込んだとの情報がありました。どうやらこれを機に、本格的に二人暮らしを開始したのでしょう。つまり、少なくとも15年以上も事実婚状態の薬師丸ひろ子さんと A さん。その背景を、玉置浩二さんとの結婚生活を踏まえて考えると、やはり、ご両親の意向を踏まえてという面もあるのでしょうか。元来、婿養子に入ることを玉置浩二さんに求めていましたね。けれども、その当時の反省を生かし、改めて、ご両親は那須へ移住されました。ただ、薬師丸ひろ子さんとしては、では早速、という気にもなれない可能性はありますね。あるいは、正式に結婚となると、マスコミがまた騒ぎ出すのを気にしている面もあるのかもしれません。いずれにしても、静かに暮らしたい、という思いはあるのでしょう。そんな中で、2020年6月には、新たなお二人の近況を報じる週刊誌記事もあり、一安心ですね。しかしながら、薬師丸さんが再婚するか否かは不明なのが現状です。とはいえ、薬師丸家のマスオさんと呼ばれる献身的な男性と、残りの生涯を送ることを決めたのでしょう。わざわざ籍を入れなくても、財産も十分ありますから、二人で気楽な関係のまま支え合うのが理想なのかもしれません。薬師丸ひろ子、同棲の近況、ご両親の那須移住後、東京の豪邸で暮らしていたとされる薬師丸ひろ子さんとカメラマンの A さん。その過程では、A さんが自分の名義を引き払って、完全同居になったなど、細かい動きもあったようです。そして近年、都内の豪邸を離れ、地方に建てた別荘地で暮らしているとの情報もあるようです。2020年6月の週刊誌報道によれば、お二人は地方へ移住したとのことですね。その理由は、やはり薬師丸ひろ子さんのご両親の近くへというものが大きいようです。薬師丸ひろ子さんは、ご両親の移住後、お母さんが足を悪くされたこともあって、頻繁にそこへ通っていたそうです。東京から車で2時間とのことですから、ご自身で運転されていたのでしょうか。ただ、その生活も2015-2016年頃には、スタイルが変わったそうです。薬師丸ひろ子さんと A さんが、ご両親の近所へ別荘を買ったというのですね。しかも、お金を出したのは A さんだと言います。モダンな外観の2階建てで、家の裏にはストーブ用の薪が積まれている、素敵な住まいだと言います。そのスローライフを共にしているのが、言わずと知れたカメラマンの男性です。彼は、この引っ越しも大賛成だったということで、薬師丸ひろ子さんがその優しさに惚れたというのもわかりますね。二人の仕事にも支障のない距離感であることが伺えます。また、地方移住を決意した大きな理由の一つが、地方の別荘地で暮らす両親の近くで様子を見たい、という思いがあったといいます。ご両親も娘夫婦の幸せを願い、行動し、また、娘夫婦もご両親を思い、行動するまさに理想的な親子関係を築いているようですね。
公的な関係こそないものの、薬師丸さんの両親を思う姿勢は、まさに義理の息子のようです。ここまでの仲や愛ならば、もはや籍を入れる入れないなど、単なる手続きの問題ではないかとさえ思えてきますね。なお、余談ですが、フジテレビ系、笑っていいともに出演した際、飛行機に乗った際の、あるこだわりを話していた薬師丸ひろ子さん。可能な限り、窓際を撮るそうです。その理由は、景色を楽しみたいのかと思いきや、離陸直前の飛行機が動き出した時に、外に見える従業員の方々に手を振りたいからだそうです。確かに、あちらも手を振ってくれていますから、楽しくなりますね。もしかすると、夏までもできれば飛行機で行きたかったかもしれませんね。薬師丸ひろ子の玉置浩二との離婚理由。次に薬師丸さんと玉置浩二さんとの離婚理由を見ていきます。離婚理由についてはネット上で様々な憶測が飛び交っており、真相は不明なのが現状。玉置さんによる DV が原因とも、薬師丸さんが夫のスタジオを散らかし放題にしたためとも言われています。また女優の石原まり子さんをはじめ、多くの女性と浮き名のを流したとされる玉置さんの女性問題が原因の可能性も考えられます。いずれにせよ、お互いに容認できないトラブルがあったのでしょう。ただ薬師丸さんは離婚後、歌がうまい歌手として玉置さんの名前を挙げたことがあるようです。玉置さんはパートナーにするには馬が合わなかったものの、歌手として尊敬していることは確かなのでしょう。しかしながら、離婚後は絶縁状態とも囁かれ、二人の関係は凍結していました。そして、離婚から18年が経過した2016年、二人の関係に雪解けが訪れたといいます。そのきっかけとなったのが、薬師丸さんの歌手デビュー35周年を記念して発売された CD、キネマソングです。このアルバムはすべて薬師丸さん本人による自選曲で、彼女自身がアルバムを作るならこの楽曲は欠かせないと選んだのが、コールでした。許可取りをするために薬師丸さんからのラブ、コールを受け、もちろん玉置さんは快諾したといいます。まさに名曲、コールは、二人の凍りついた関係を溶かしてくれた、記念すべき楽曲とも言えるでしょう。衝撃的離婚発表、今でこそ、すっかり青田のり子さんとのイメージが浸透している玉置浩二さん。しかし、彼こそが、薬師丸ひろ子さんの最初の旦那だったのです。豪快でセクシーな玉置浩二さんと、良妻賢母な役の多い薬師丸ひろ子さん。やはり、まだイメージが湧きませんね。そして、その離婚発表はより衝撃的な発表の仕方でした。泥沼かと思いきや、なんとも明るい発表だったのです。1998年6月5日、都内某ホテルにて薬師丸ひろ子さんの誕生日パーティーが開かれていました。MC の玉置浩二さんもご機嫌で、ワインレッドの心、セーラー服と機関銃、など、次々に歌い上げたそうです。客席には、森山良子さんや、真田広之さんら100名に及ぶ著名人、音楽関係者が揃い踏みでした。海の隅で良いから、その場にいたいと思う、そんな夢のパーティーですね。けれども、その結末が、まさかの離婚発表でした。突然、玉置浩二さんが、今日で別れること、ただ、別々の生き方をするのであって、心そのものは通じているという旨を述べたのです。生で聞いていたならば、冒頭のお別れ宣言は何かの聞き間違いかなと思いそうですね。しかし、薬師丸ひろ子さんも、笑顔で、そういうことです、と同調します。もはや、夢ではありません。
ところが、会の最後には、引き出物とお二人の CD が渡されたとのことで、これは、誕生日会と銘打たれた、いわば、離婚式だったのでしょうか。玉置浩二との離婚理由、お祝いムードの中、謎の離婚式で幕を下ろした薬師丸ひろ子さんと玉置浩二さんの関係。当時を振り返った週刊誌記事によれば、不仲説そのものはあったようです。その発端は、なんと結婚当初に遡ります。角川映画の代表的女優だった薬師丸ひろ子さんが、結婚を機に家庭に入ったのでした。こうして聞くと、薬師丸ひろ子のストレス爆発かとも思えるでしょう。しかし、実際には、玉置浩二さんは婿養子に入ることを薬師丸ひろ子さんとご両親に提案されていたそうです。それに快くうなずくことができなかった玉置浩二さんは、結婚式から1年半ほど経ってようやく籍を入れたのでした。その頃、住まいも、薬師丸ひろ子さんのご両親と同じくしていた玉置浩二さん。というのも、当時、薬師丸ひろ子さんは世田谷の6億円の豪邸を所有していたのです。ちなみに、この豪邸を建てる前には、ご両親のために横浜にも豪邸を建てたそうで、レベルが違いますね。という状況、環境において、地下室。